まずはマフラーを半分の幅に折りたたんでおきます。半分の幅に折れたら、折った輪の方が上になるようにして首にかけます。左右の長さを1対2の割合にします。今回は左の方を長く見積もっておきます。長く取った方のマフラーをこのように上に半分に折り上げて、そしてもう片方の短い方の長さと揃うようにバランスを見積もってください。次は長い方のマフラーを3等分に折りたたみます。まず反対側にこのようにマフラーを横に持っていったら、手前側にこのように折り返して、そしてさらに手前に3分の1の長さを折り返します。このように3等分に折りたたみました。そうしたら短い方のマフラーを今3等分に折りたたんだところの下に重ねるようにして、そして下に来たマフラーを下から上に向けて持ってきて、一番首側の隙間に入れ込んでいきます。このように下から上に向けて持ってきたら、一番首側の隙間にくぐらせて、そして出てきたこのフリンジ部分をぎゅっと引き締めます。もう片方のフリンジ部分も下に垂らすようにします。左右の形をリボンのように整えます。一番首側に抜いてきたこのフリンジ部分をぎゅーっと引き締めることで、このリボンの中心部分がキュッと引き締まるので、リボンらしい形に仕上がってきます。全体的なバランスを整えます。これでマフラーのリボン結びの完成です。とてもボリュームがあって可愛らしい仕上がりです。ぜひ結んでみてください。